皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、今回はまた私はやることを知りません。今回は何をするんですか？はい、今日はですね、筆箱、それとあとほらこれ前さフライングタイガーで買った鉛筆、こちらをにせっかく買ったので、ほら短い鉛筆使ってるからこれに変えたいと思います。いや、マジ筆箱やばいって。じゃあ筆箱持ってきてくださいね。本当に筆箱やばいって。まあ知ってますよ、しほちゃんの筆箱は常に汚いですから。はい、じゃあ回ってきました。はい、ということで、手元じゃないの、手元にしますか？手元の方がいいです。じゃあまずは最初こっちから。はい、外形がこんな感じで水色とピンクなんですよ、はい、水色に縁がピンク、字がピンクって感じなんですけど、うん、マジで可愛くない？これね、前ね、あの5年生に進級する時ぐらいに紹介してるかな、紹介しました。はい、まだね、これをね、使ってますね。これこの前行った時、ロフトにね、うん、5年生になる前に行ったんですよ、うん、その時に言ってて、でも私が買ったのは女子博みたいな、文具女子博、文具女子博で買いました、ね、文具女子博で買いました、うん、はい、なんかお気に入りなんでしょ？お気に入りなんです、これ本当に良、うん、良くて、うん、可愛いんです手元アングルにしてください。はい、じゃあ長いを紹介したいと思います。はい、じゃあ、はい、まず中身を見るとこんな感じ。うわ黒いね、キャップしてないから黒いね。キャップしてないからなのこれ。そうでしょ、キャップしてないから鉛筆の芯で黒くなっちゃうんじゃない？あ、めっちゃ黒いのよ。黒いよね、やっぱりね。黒いわこれ、キャップしてないから。まず鉛筆削りです。え、これまだ3ヶ月2ヶ月しか使え、違う、4月からじゃないな、5月じゃ6月から発行って。そうだね、じゃあまだ私1ヶ月半ぐらいしか作ってないよこれ。だな、それ前でもそれ前から使ってたやつじゃないの？5年生、うん、5年生になって使いました。マジ汚いやばそれは私でも。いやいやいや、褒めてないから次に、定規です。定規やつじゃない？うん、定規黒い、まあ、若干黒いけど、まあまあ定規は目立ちにくいと。でもね、剥げてんのもこれは3学期から使ってたから。あ、そうかそうかそうか、4年生の、うんうん、はい、続いて赤青鉛筆がなんと2本も入っているんです。しかも短そう、短くなったから。短くなったからあの増やした、あのもうあの変えようと思ったんだけど、これしかなくて、うんうん、短いのしかなかったんですよ。もう長い使ってないやつはなかったわけね。そうなんです。なるほど。なので一応予備として4本入れてるって感じなんですけど本当は1本しかダメなんですよね、うちの学校。そうだよね、決まってんだよね、なんかね、入れる数でも短いんですよね、はい、まあとりあえず保留、買いましょうね。はい、続いてマッキーも2本あれ1本じゃないんだ2本。あの、なんでかっていうと聞いてください。私大好きなブロッキーなんですけど、うん、私の大好きなブロッキーなんですけど、うん、こちら水性なんですね。あー、そうだっけ。そう、水性なんですよ。で、教科書の名前書いた時、うん、めっちゃ弾いちゃって、なので油性を入れました。そうだね。でも紙とかはこっちで書きます。なるほど。でも油性じゃないとダメな時はこっちです、うん、なので、こっちはそう、私はこれこっちが大好きなんで、うん、でもだからこれをお道具箱に入れたらとか考えてるんですけど、うん、保留です。なるほど。あと消しゴムです。汚くない？汚い。
で、こちらまだ私1週間ぐらいしか使ってないんですよ。そうなの？まあ、その真っ黒さは何？やばくない？やっぱさ、筆箱さ、キャップつけないからかな。そうでしょうね。手も汚いの。うわ、汚っ。私の手汚っ。え、でも今なったんじゃない？今なりました、これ。筆箱から出して。あ、今なりました。ちょっとやば。あと、消しゴムのカスね。あ、これね、これ、はい、切ったのね。そう、切りました。こうなってて、ジリって切りましたで、あと鉛筆がなぜか3本しか入ってません。あれ5本だったよね。5本入ってました。昨日まで多分だけど5本入ってました。なんでないんですか？どっか行っちゃった。覚えてない。覚えてないです。マジで。そう、覚えてないです結構短いのが3本ですね。うん、短いね、それもね、3本とも、ね、はい。あと見てください、この汚すぎもう汚ね、そこさ、その中さ、ティッシュで拭いてごらん。多分めっちゃ汚いよ。ティッシュプレーズ Thank you ティッシュプレーズじゃないよ。どこにあるのティッシュ？マイティッシュ and 除菌する。除菌ウッドシートで聞いたらディスク上入れてた？入れてないはい、これで最初その除菌で拭いて、で仕上げに除菌とかしなくていいよね。いや、除菌しかなかったもん普通のウェッティがない。いや、僕は手の手だけでこれ。やーば、汚い。手だけでこれです。だってさ、多分それ触っただけで今なったでしょ。いきまーす。うわ、汚ない。もうあんまりね、掃除してるところをアップで撮ると惹かれちゃうから。どうですか？そのウェッティどれぐらい汚くなりました？え、やばくない？ちょっと汚すぎでしょ。ママもさ、うん、筆箱使ってみたい習慣。いや、ね、キャップした方がいいと思うよ、鉛筆。キャップなんてめんどくさくない？ちっちゃい人にさ、こうやるの。そうやったらダメなんじゃん。だから汚くなるんだよ、100%。も使えたらいいと思うんだよね女子捨ててるでしょ。嘘。女の子でしょ、あなた。はい、女子ですよね、私。女子ですよねそんなキャラだったっけ？はい、もっと綺麗好きかと思ってたわ。え、部屋とか汚いよね、私。うん、汚いけどさ。はい、はい、汚いです。綺麗は好きよ、でも綺麗は好き。自分では綺麗にしないってこと？そう、多分そう。いや、できないね。はい、じゃあね、鉛筆、これね、新しい鉛筆、これに変えますか？でも削んなきゃいけないよ。すごくない？ん？でしょ？綺麗になったよね。ピカピカ、ほら、透き通ってきたよ。ほんと？だって見てよ、この汚れ。これ。これこれ。ほんと真っ黒じゃない？確かに。たまには掃除しないとね、そうやったの。はい、わかりました。はい、じゃあ入れてみましょう。5本選ぶのかな。何色選びますか？ここに色があって、うん、私はいつも黒とピンクと紫入れてて、うん、オレンジと青と緑、うん、あれ違う。6本入れていいの？6時間だから6本？うん、6本。あ、6本だったの。低学年は5本。あ、そうなんだ。高学年は6本。うん、まずこの6本を入れていきたいと思います。はい、はい、入れました。簡単ですね皆さんも真似してみましょうじゃあ残りも、そのペンとか多分超汚いと思うから拭こっか。ペンも拭くの？だって多分超汚いよ、それ。うわ、ほら、
絶対汚いから、もうこまめに掃除しないとダメだよ。ペンだけでこれです、うん、やば。だからあんなに手が汚くなったんだよ。そっか、やっぱキャップしないならそれなりにさ、時々掃除しないと。消しゴムは取れないと思うけどね、白いところ。つけました。入れていきたいと思います。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、何の掛け声ですか。ん、何の掛け声。入れていく順番、うん、はい、じゃあ入れましたね。はい、ほら綺麗になった。見た感じそうは見えないけど、ほら綺麗じゃん。全然違うと思いますよ、最初と。ほら、ピカピカ。よかったね。よかったです。うん。今日は抜き打ちされたけど、うん、綺麗になったんで、よしとしましょう。そうだよ、よしでしょう。うん、よしです。ママ、うん、いい、うん、タイミングバッチリ。タイミングバッチリなんだ。タイミングバッチリ。ならよかったです。はい、ということで、今回はね、筆箱の中身を抜き打ちチェックされましたが、見事、綺麗になったので、よかったです。それでは、バイバーイ。